最後の女は、テレビ、東京開局55周年特別企画新春ドラマスペシャル、として、同局系にて2020年1月6日の20時から22時8分に放送されたテレビドラマ。頑固な70代の父の人生最後の恋とそれに翻弄される娘夫婦の姿を描いたホームコメディ。脚本は吉田のり主演は同局ドラマ初主演となる。 藤山直美で最強の女、最高の親子に続くタッグとなる。MBS 制作 TBSK で放送された最強の女と最高の親子の実質的な続編となる作品で、主演の藤山直美と脚本の吉田の子は、両作品に続いての登板となる。開業して95年を迎える、老舗おかき屋である、皆川道の主人である。 皆川雄一郎の性格は無愛想でケチという厄介なもの。そんな父親の性格に愛想をつかしている、娘のさゆりも相当な見栄っ張りで、融通の効かない性格といった感じで、そんな間で、さゆりの夫であり、会社の専務である大輔は常に板挟みに会う始末。そんな折、雄一郎は亡き妻の母さん中に、浅草でスナックを経営する山田美奈子という女性と出会い、 なんと、昭和仇と思われていた雄一郎が美奈子をお茶に誘うという意外な行動に打って出たのだ。その理由は亡き妻に似ていたからという。運命の出会いから1ヶ月して、偶然大介は雄一郎と美奈子がデートしている現場を目撃する。それを耳にしたさゆりは、性格も相まって美奈子が財産目当てで雄一郎に近づいていると端から疑ってしまう。これが、 最後の恋だと宣言する父親を見えっぱりな性格の娘、さゆりは心から応援することができるのだろうか。ありがとうございます。